ドリームチェイサーです。今回はこちらピックラタマグのクレヨンしんちゃん、そして解決ゾロリのバスボール、ドラゴンクエストバスボール、3種類一緒に見ていきたいと思います。はい、解決ゾロリ、あと残るはノシシかな。このおにぎり持ったイノシシの子が欲しくて今頑張って開けています。はい、今回なんか出てきそうな予感、軽い音のものを選んでみました。はい、何が出てくるかお楽しみに。こちらはフレッシュソーダの香り、水色のバスボールになっています。中にカプセルが入っていて、その中にマスコットが入っているタイプです。あ、こんな感じで破けてしまった。はい、バスボールなので開けるのがちょっと難しいですね。ハサミやカッターなどで引っ掛けてあげて開けると引きやすいかも。はい、特に絵などは描かれていません。はい、続いてこちらはドラゴンクエストバスボール、スライムの仲間たち編。ということは他のも出そうですね、楽しみ。はい、入浴剤は全2種、フィギュア全6種となっています。スライム型の入浴剤、青かオレンジなんですね。その中にスライム、スライムベス、キングスライム、ホイミスライム、スライムつむり、スライムナイトのいずれかが入っています。この前はオレンジ色の入浴剤の中からスライムベスが出てきたので、キングスライム、スライムナイトなどなど、他のもの出てきてほしいなと思っています。はい、ドラクエバスボール、あー今回もオレンジ。はい、ということでお湯の色はまたまた不思議な色になりそうですね。バスボールシリーズなんですが、ビックラ卵みたいな感じにかなり開けやすいパックとなっていて、とても嬉しいですね。スライムの顔がはっきり描かれています。形もリアルにスライム。これ嬉しいですよね。もっと平面的な感じかと思ったら立体的なスライムが出てきました。はい、そしてラスト、こちらはクレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんのバスボール。とっても可愛いんですよね、マスコット。シャボンの香りです。ラインナップは全部で5種類。入浴しんちゃん、入浴ブリブリザイモン、おやすみしんちゃん、おやすみひまわり、おやすみしろ、いずれか一つが入っています。子供たちはこのおやすみシリーズが欲しいと言っているんですが、前回はブリブリザイモンが出てきました。さあ今回は誰かな、開けていきましょう。はい、水色の入浴剤、ゾロリに比べるとちょっとだけ色が濃いめかな。はい、ということで、色合い的には今回水色、水色、そしてオレンジです。さあ、何色になっていくでしょうか？はい、ではこちらの3つの入浴剤、一気にお湯の中に入れていきましょう。では、いきます。せーの、ドボン！はい。ぷくぷくぷくっと上がってきたのは、多分解決ゾロリじゃないかなと思います。おー！オレンジが頑張っているだけに色の変化が面白い。手前は緑っぽくなっていて、あ、でもやっぱり水色に負けるかな。おー、不思議な色。なんかちょっと画面を通して見る色が実際の色と違くて、かなりブルーがかってるんですけど、実際はもっと水色、薄い色になっています。うん、どうなるのかな。まあでも幻想的な色。さあ、なんかでも中の色は緑っぽく見えますね。どっちが早く出てくるかな。なんとなくこの
バスボールのシリーズの方が出てくるのは早そうかなと思っているんですが、さあどうでしょう。どっちがどっちか分かんなくなっちゃったし、ここでブクブクしてるのは誰でしょうね。スライムたちかな。ということは、あ、違う違う、スライムはオレンジだからここら辺にいるはずなんだ。水色だからしんちゃんか、こっちは。さあどこから出てくるかな。3つがどこにいるかわからなくなってきた。ここら辺に2つ固まってるのかな、これとこっちって感じかな。とあとここ、さあさあどこから出てくるかな。あ、手前に移動してきた。あ、あ、あ、口が見える、口が見える。おー、出てきたかな。はいはい、1個目見ていこうかな。ここにいました、いました。あ、ブリブリザエモンに続いて入浴中のしんちゃんが出てきました。うん、かわいい。ほほほーいってやってるとこかな。わーはははははって、あのアクション仮面の真似をしているしんちゃんかな。これはかわいい。はい、つるっとツヤツヤな感じですね。あ、後ろからはなんとポコッと出てきた。ここ騙されましたね、入浴剤だけ落ちてたんだ。はい、ということで今回はどうやらこれは解決ぞろり、そしてスライム出てきましたね。スライムベスに続きスライムゲット。はい、立体的なの欲しいな。立体的？他のやつ、あのキングスライムとかスライムナイトとか狙ってるのはやっぱなかなか来ないですね。お湯の色は緑色っぽい感じ。あ、すごい染まった。はい、緑色ですね。あ、この色は別に悪くないですね。森の香りの入浴剤だよって言えばなんか、うん、そうだなって思っちゃいそうな。まあ、香りはシャボンの香りたちが多いはずなんですが、まあそんな感じ、爽やか系の香りですね。うん、お湯の色も悪くない、いい組み合わせだったかも。はい、人形たち見ていきましょう。こちらがスライム。はい、前回出てきたスライムベースはこちら。うん、並べておくと可愛い。こちらも立体的に作られています。はい、しんちゃんは前回のブリブリザイモンも一緒に見ていきましょう。はい、ブリブリザイモン二人でお風呂に入ってる感じでいいですね。はい、そしてゾロリ。ゾロリはどうしようかな。はい、ゾロリの金メダルと一緒に見ていこうかな。こちらも意外と軽い音だったんですが、ゾロリも軽い音なんですね。じゃあちょっと音で見分けるのは難しいかな。イシシノシシとこうコンプリートした姿を早く見たいですね。はい、でもとっても可愛くて、やっぱりゾロリが出てくると嬉しいですね。はい、というわけで今回はビックラ卵、クレヨンしんちゃん、解決ゾロリ、バスボール、そしてドラゴンクエストバスボール、3つ一緒に見てみました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。